さあ、リサクラエビデンスツアー大阪公演を越しの皆さん、どうも僕たちはブザーです。よろしくお願いします。そうだ、一番ダメだなってなる日って心のどっかに不安要素があるんですよ。これなんか MC でここ喋らないといけない、ここ喋らないといけない、今日は話題がいっぱいある、このネタを覚えて披露しないといけないとか、不安要素があったりする日ってダメな自分が多いんですよ。なんかそっちに多分集中持ってかれて他がおろそかになっちゃうみたいな。だからまあ、ツアーもこれからのライブもそうですけど、なるべく不安要素をなくしていく。まあ、ダンス、歌、パフォーマンス、そのステージで表現できる全てにおいては、まあ、もちろんなんですけど、やっぱりそのどこ行っても使うことになるそのトーク力っていうものが、やっぱその僕たち全員についたらもっと強いグループになれるんじゃないかなっていうのはすっごい感じて、多分一番最初はもう本当に僕以外が全員が喋るから、僕が喋る間がなく終わるっていう時が多かったんですよ。喋りたいけどなんか喋ろ、誰か喋るみたいな時がすごいなって。だからまあ喋ってくださいみたいな、逆にみんなのこう喋れてない部分を探そうみたいな感じで探ったりするんですけど、まあなんせみんなが喋ってくれるんで、まあ僕は大体喋らず終わるんです。なんかめちゃめちゃ薄っぺらく聞こえちゃうかもしれないけど、すんごい仲いいんですよ。でもそれがなんか仲良すぎて、なんて言うんだろう、自分たちだけ楽しんでるっていう状況にならないように、それは本当にファンのみんなも喜んでくれることなのかとか、え、ありがとう寒いか寒いあおちゃんありがとう肩が出てるんで、この衣装寒いですよね。そうなんですよね。何の話だっけ。メンバーの状況。そうですね、メンバーの状況、自分なんか楽しければいいっていうものではないっていう、やっぱそこは裏のリーダーとしてはエンターテインメントをちゃんとお客さんに届けて、ファンのみんなが本当にそれで楽しいのかとか、もちろん僕らが楽しまないとお客さんも楽しめないけど、自分らのやりたいことばっかりを押し付けるのは違うのかなっていうふうに考えて、まあ、まとまるようにはしてます。曲ごとの色があると思ってて、僕は Still in Love とか Look Back とか Hello とかもそうなんですけど、ちょっとなんか青い色が見えるんですよね。だって結構その色別にカテゴリーがあって、僕の中で、でそれによってまず表情をつけるのと、曲の中でも盛り上げて、ここがピークでここで一回落としてみたいな展開があるので、その色と展開の組み合わせで結構表情は考えてますね。ボイトレにやっぱメンバー今全員通ってるので、そこでそのマンツーマンで一から今はその歌っていうものを教えてもらってて、自分は普段こういう低い声だったりするんですけど、ちょっとずつ高い声が出てきたり出せるようになったり、そのレッスンのおかげでなるだけ早くその上手くなってメンバーの力になってあげたいなっていうのは思います、うん、お返しじゃないですけど、やっぱそこからメンバー愛っていうのはあんま言いたくないですけど、そのメンバーが好きとかそういうのはあんま言わないから言わないですもんね。こういうなんかこう言わされてますもん、こういう空気でただ本当にもう本当に数えきれないくらいメンバーには助けてもらってるので、やっぱその分愛して、うん、その分お返しできるように頑張らなきゃなっていう気持ちしかないですね。これはメンバーには何ですこう歌いたいんだけどまだ技術が足りなくてみたいなこととかあったりしたり、そうモノマネ好きっていうか得意分野なんで、なんかそのいろんなアーティストさんとかアイドルさんとかの声を
もう真似るんですよ。それで声のバリエーションが増えたな、でそれをなんか実行できたなっていうのを実感できましたね。何の真似してんの？玉置浩二さんとかもめちゃくちゃ好きで、はるはるみたいなとか、ガクトさんとか聞くし、あとはそのダイスさんとかも聞くし、なんかその真似て歌ってみて分かることとか、あ、こう出してるんだみたいな、そういうのをもうなんかこう見よう見真似じゃないですけどね。ライブパフォーマンス力っていうのをやっぱそのやっぱ上げていかないといけないなっていうのはすごい実感してて、今リハーサルとかでもこう覚えなきゃいけないこととかたくさんあって、その中でもやっぱ人によってこう得意不得意があるじゃないですか。やっぱメンバー7人でなんかこう足並み揃えてこう上げていかなきゃいけないっていうのが、もうこの準備期間中もう本当に思い知らされたっていうのはありますね。今回のツアーはその場所ごとにやる曲が違うっていうのもあるので、新しく用意する材料が多くって、あれ考えてこれ考えてって僕苦手なタイプなんですけど、これ一生懸命一個ずつこれはこうでこれはこうでっていうのを噛み締めながら毎日リハーサルしてる感じですね。それでも多くの人がそのブザーを見て、なんか今暗い中やっぱりこう手を差し伸べられるような存在になりたいって感じですかね。まあ、やっぱり自分のファンには自分だけを見てほしい。そのやっぱマイライブどこかしらは違うので、それをやっぱ自分のファンの方には見逃してほしくないなっていうところもあるんですけども、まあその他のメンバーの良さっていう、そのグループ全体として好きになってほしいっていう思いもあるので、やっぱまあメンバーのことを見てほしいんですけど、そのメンバーを見てる瞬間を僕が見た時はまあグーパンですね。見られないように見てほしいです。ワンマンってなるとめちゃめちゃその演出をコテコテに凝りたくなっちゃって、照明一つもそうだし、この曲にこの照明は合わないから変えてくださいっていうのを、当日のそのリハーサルまでずっと僕はみんなが準備してる間とかも一人でステージに残って、照明さんとかにすいません、ここはこうしてほしいですとか、音出すタイミングここにしてくださいっていうのを、お客さんの会場までそれギリギリに詰めてて、どっか流れが詰まってるなとか違和感あるなっていう部分がないように、例えば MC は短すぎないかとか長すぎないかとかもそうですし、気にするように作ってるので、まああんまりネタバレになっちゃうから言えないんですけど、自分が見せたいって思ったところに対してお客さんが反応してもらえるところが一番嬉しいし、まあそれとまあライブ終わった後とかに、まあお客さんからここは良かったとかこう言ってもらえることがすごい嬉しいし、だから褒められればめっちゃ喜ぶし、なんかダメ出しされたら、あ、そっか、そうお客さんには見えてるのかっていうのをよく自分なりに反省したりとか、まあ、そうです。お客さんの声が一番じゃないですか、正直な感想で。だからすごいそこは大事にしてます。次につなげられるライブになったらなと思います。